まさにちょっと少し前の時間帯ですけども、はい、森澤太が共同インタビューに来て、はいはい、松谷さんが競りに来なくてよかったとか言っててあの高松の決勝戦で東龍之介さんが勝負してたやつだと思うんですけど、まあ、自分も全然もそんな選手じゃないんで、うん、もう前2人強いんで、はい、もうそこから勝負したいなっていう気持ちです、はい、その中やっぱり、まあ、追い込みやマークの戦い方で考え方たくさんある中でやっぱり東さんの相勝負する気持ちその近くにいて松谷さんとしても感じられるものはありました。そうですね、もうあいつはあのスタイルですごい頑張ってるんで、はい、すごいいいと思います、うん、で結構深くいろんな選手を取材しているとやっぱり競りに行くっていうのはものすごくこう心が強くないと、ね、うん、簡単に行けるもんじゃないっていうのは聞きますけど、うん、いやそう思います自分も、うん、はい、まあ、その日だけじゃないので、はい、レースはずっと続くんで、うん、そのスタイルを貫くっていうのは本当すごいなと思います、うん、まあ、本当にそういうのも知ってるでしょうから森澤さんとしても半分、まあ、冗談あるのか、いや冗談ですよ、怯えながらあの北日本の3番で来てくれることを喜んでました。あ、本当です。あ、もう自分もそこから勝負したいなと思ったので、うん、なんとか頑張りたいと思います、はい、またG1 の決勝の舞台へというのがこれからの戦いになると思いますし、はい、そうですね、まあ、本当一戦一戦、頑張ってまたあの舞台に立てるように頑張りたいと思います、はい、ぜひ佐々木達也さんがね涙を流すところ、そうですね、うん、今回初めての時喜んでいただいたので、うん、またさらにもう一つ上の着を目指して、うん、また喜んでもらいたいなと思います、はい、まずは今節頑張ってください、はい、ありがとうございます。